こんにちは、世界不動産です、本日はですね、チャイナリーダー、鶴見淳さんをお招きいたしまして、勉強の仕方、これ私以前もお話ししましたけれども、やっぱり自己投資、これが投資や資産運用の中でも私は最も重要だというふうに考えております。やっぱり死んだらお金残りませんよ。それはご家族の方々が相続なりされて、どう使うか死んだ本人は分かりません。でも本人が生きている間はその人の能力によって、またその高いアンテナや知識経験がいろんな資産運用のその成功の鍵を握るというふうに思ってますし、そう言っても過言ではないというふうに思います。であるならば自身の能力を高める、知識集積を図る、これとても重要なことですので、本日はですね、世界不動産切手の秀才チャイナリーダー鶴見さんから、最近こう CFP に合格された時の体験記を交えて、その勉強の仕方、社会人皆さん挫折を繰り返していると思いますけれども、そのあたりを聞いていきたいと思います。ではチャイナリーダー鶴見さん、よろしくお願いします。はい、チャイナリーダーの鶴見です。よろしくお願いします。はい、チャイナリーダーへの道っていうのもね、後日あれしますんで、はい、今世界不動産から話ありました資格の取り方ですね、はい、私は大きく分けて2つあると思っております。はい、こちらですね。1つ目はですね、勉強時間の確保。はい、これ一番重要ですよね。はい、本当社会人みんな仕事もして、家庭のこともあって、趣味に興味にいろんなプライベートもあって、どこで確保するんですかね。はい、私は一番は、朝です。朝静かな、家族も起きる前、静かで最高です。だいたい5時くらいから始めてます。早起きですね。そうですね、はい、しかもさらに言うと、私ね、この住んでる町は山形県になりますので、はい、通勤時間とかあんまりかかんないですよね、うんうん、東京の方ですとね、やっぱり電車の時間ということもありますけど、うん、でこう小都市はそういう時間がないので、その時間しっかり使えますよね、はい、だから朝で1時間。じゃあ朝は 5時からでしたっけ。そうですね、はい、5時半とかから1時間くらいで、5時から5時半くらいから1時間くらいしますね。うん、なるほど。そうすると社会人的にやっぱり私も気になるのは、前の日とかってお酒飲んだりとかすると、例えばね、はい、ご自宅でこう晩酌されたりとかってすると、何時ぐらいでやめて寝たりするものですか。私今子供が7歳と4歳のこともあって、はい、大体9時半から10時に寝ますね。うん、なるほど。まして、コロナになってね、はい、外で出会ったから時間の確保はしやすくなりましたよね。うん、なるほどね。確かに会合とかも減りましたしね。そうですね、だからそういう意味では時間作りやすくはなりましたよね。これはお仕事のないお休みの日とかも基本は同じようなサイクルなんですか。基本そうですね、私はあんまりサイクル変えないようにしてますね。うん、土日はですね、空いた時間ちょっとありますので、そこを多めに平日 2,3 時間くらいは勉強しますけどね。あ、なるほど。朝 2,3 時間とかちょっとボリュームを足して勉強するみたいな感じですか。はい、どっちかというと朝の1時間変わらないですね。あ、そうなんですか。昼とか、はい、空いた時間、土日はそうですけどね。あとは平日仕事してる時の隙間時間ですよね。もう一個使うのはお昼休みとかって考えちゃうんですけども、どういうタイミングでお勉強されるんですか。あ、昼の1時間の休みあったうち、じゃあご飯15分食べて、じゃあ45分勉強するかとか、それに近い格好ですよね。ああ、なるほどね。あと朝早めに会社来る時も15分早く来てやる、終わってからも15分するって、大体会社で行けば45分って私の目安で、あ、朝昼晩で15分で45分確保。なるほど、ね、するっていう目標。あとはお客様との待ち合わせ時間とかでちょっと早めに着いた時はその5分とかでもしますよ。ああ、なるほどね。それは何を用いて勉強されるんですか。今は動画とか、うん、スマホで何かテキスト見たりとか、うん、あとリアルなこう紙のテキストとかあると思うんですけど、うん、あ、そういう意味では私は、はい、こうやってもう CFP の時は問題集を普通に持ち歩いてます。はい、 CFP ちなみに今年は全科目同時で合格するってなると 6.7% ですね。鶴見さんは科目合格をこう進めて重ねていったというふうな、試験合格をされてるんですけれども、一発でこうズバッと取るとなると、全受験者の中で 6.7% しか合格者がいないというのはもう超難関ですよ。例えば税理士さんの資格とかもありますけれども、税理士さんの資格とかでも10何%っていうふうな合格率が
毎年、計測されてますけれども、まあ、CFP も国際ライセンスですので、この世界不動産の中でもですね、唯一無二の存在として、お付き合いのあるその銀行さんとかそういう金融機関さんなどでもやっぱり CFP とか一級 FP 技能士ってお持ちの方はもうすごい極端に少ないですので、まあ、今テキストにちょっと CFP って書いてあったので、あの予備知識としてお話しさせてもらいました、うん、すいません、ちょっとチャイナリーダーさん続けていただいて、はい、はい、チャイナリーダーの鶴見です。さっきも聞きました。まあその時間の確保ってのはやっぱり一番初めの勉強の難しいところかなと思います。あとは何の資格でもそうですけど、まず初めゴール設定ですよね、うん、ゴール設定どこに向かうかっていう、まあ、今回まあゴール設定当たり前ですよ、この、ね、向かう試験の合格がゴール設定なわけです、うん、じゃあその資格がどういうものなのか理解しないとこうスケジュール立てれないわけですね、うんうん、宅建であれば大体300時間の勉強時間が必要だよってよく言われるんですよね、うん、CFP は大体一教科、学科によってまあ経験値によって変わりますけど、30時間から多くて100時間とかそういったものになるんですね。うん、まあ理解度っていうのが一番重要でしょうけど、でも時間で私はいつもしてます。うん、そうすると、じゃあこの CFP 試験100時間勉強する必要があるとなった場合、逆算して考えるわけですよね。うんうん、例えば朝1時間、隙間時間使って、まあ、2時間くらい毎日勉強できる人であれば、2時間かける50日で100時間になるわけですね、うん、ではこの50日を100時間をどうやってスケジューリングするかが重要なところ、うんですね、だから勉強の前にそこをはじめ自分で頭使いますね、うん、で50日間でちょっと余裕持って2ヶ月間の勉強時間が必要だよっていうふうに私はそこは先に決めちゃいますね、うん、なるほどね。これすごく今ですね、素晴らしいお話をされたんですけれども、私もよくお聞きするのが、例えば今日は何ページこのテキスト問題集をやろうとかですね、あの進捗目標っていうのは掲げられる方は多くいらっしゃると思うんですけれども、先ほどあのお話しされたのは何時間やるっていうふうな、うん、でトータル何時間になったあたりにはその合格できるような実力が身についているであろうというふうな行動目標にこう重きを置かれてるっていうのが本当素晴らしいなというふうに思いますね、はいはい、あとはもちろんね、皆さん勉強するやる気とかありますけども、うん、まあ、そこは確かに難しいですけど、慣れちゃえばそんな気にならなくなるので、ちなみに私も今45歳でジジイになってきまして、うんうん、以前は1時間集中できたのが今大体20分くらいしか集中できないですよね。なるほどね。やる気、元気、くすみき。まあ時間に関してはまあここまでですかね、お金どっちかというと、はい、次は2番目の勉強方法ですよね。はい、勉強方法。正直ですね、めちゃめちゃこう発想力あってひらめきある人がじゃなくて受かるわけですよ、うんうん、努力をすればってことですね。つまりそれってある程度の時間かければできることなんですよね、はい、だから勉強ができるという記憶を定着させる訓練ですね。ほぼ。じゃあどうやって定着させるのって言ったら、もう今言った通り繰り返しするだけです、うんうん、でさらに言うと繰り返しの頻度を短くする。ほう。はじめ覚えたものを2週間後に勉強したら覚えてないですよね。であれば今度はその2週間を1週間にしてみるわけですよね、うんうん、で1週間で覚えてたら、じゃあ次も1週間後やっても覚えてるはずなので、いかにそこの期間をするか。でだんだん勉強していくと、1冊の初めで私この1回やると多分3、40時間かかるんですよ、うん、1冊するの。でもこれが初めはほぼ分かるんです。で2回目が、ね、それよりはよくはなってるって、まだ記憶がついてないですよね。でも次の時は20時間とかできるわけですね、うん、で次の時は15時間、だんだん短くなっていってますね、時間。あ、これは過去問集を、そうですね、全てのページの過去問を解くのに要する時間ってことですね。そうですね。ああ、そんなに短くなってくるんですか。そうですね、最終的にはだいたい10時間くらいでできるようになりますね。じゃあ半分ぐらいの時間で、うん、もう一通り過去問を解くことができるようになってくる。そうです。先ほどのスケジュールの時間の話じゃないですけど、はい、10時間で回せたら5日間で終わるわけですよね。なるほどなるほど。そうしたら2日間週に2回休んでも1週間で回せるようになると。うん、で1週間ずつってある程度やっていけば記憶って定着してくるんですよね。うん、ですね、私はちょっと見えるかな、この問題集のこういう丸×書いて、できた問題できない丸×書いて、さらに言うとそこに日付入れてます。ああ、なるほど。前は2週間で忘れてたんだなーっていうことだったら、今回1週間でなんとか頑張りにしようとか。あ、場合によっては1週回す前に半分で回す時もありますね。へー。いかに記憶を定着させるか、訓練っていうのはそういう意味合いですね。
てもこの、 あの日付を入れて前回解いた時はこの正答率というか、うん、まあ、正解できたかどうかとかっていうのもチェックしていくっていう、ね、そうですね。なるほど、素晴らしい、すごいノウハウですね。これはもう本当実践的なノウハウだと思います。あと他には何か あるんですか、そういう。まあある程度私こうね、今まで CFP とかで6教科で6回試験あったりとか、あとは過去に取った一番初め15年前発見、あと不動産コンサル、うんうん、あと FP の2級、うん、あとインスペクターとか、ありましたね、うん、ですんで私は、まあ、今問題集だけでしかやらないですけど、やっぱり本来あまり試験勉強慣れてない人は一回教科書一読するのが一番いいですよね。うん、よく、ね、質問されるんですけど、うちのスタッフもまた宅建受ける人間とかでどうやってするんですかって言うと、初めまず教科書分かんないなりに読んでくれって、後でその人たちに言われるのは全然分かんない大丈夫って言うんですけど、分かんなくていいんです、うん、はじめは大きい流れが分かればいいだけです。だから歴史で言えば、私ちょっとごめんなさい、歴史は不得意ですけど、なんとなく縄文時代行って、弥生時代行って、なんちゃら時代行って、戦国行って、江戸明治、うんうんうん、大正とか、それだと大体皆さんざっくり分かるじゃないですか、うんうんうん、でもその時に誰が江戸だったら武将がどこの時代に行ったか、そんなことは覚えなくてもいいんですよね。なんと大きい大河の流れを分かればいいんですね。で次にあの問題集とかやって言うと、その辺の細かいことがいろいろ出てきて、それを覚えていくと、場合によってはやった問題からまた違う問題の時に、あれさっきの問題と同じようなこと言ってるなとか、だんだん分かってくるんですよね。そういうなんか繰り返し運動で記憶の定着してるような気がしますよね。なるほどね。1回目は焦らず、ただざっくり分かればいい、うんうんうん、でだんだんこう問題集とか解いて記憶をつなげていく、つなげていくっていうと、だから自分で頑張ってるようですけど、つながっていくんですよね、うんうんうん、そのうち。もっと上の試験とかなると、また理解力とかの差はあるでしょうけど、私が受けてきた試験はほとんどこれで通ってますよね。なるほどね。あと何かこう視聴者の方にアドバイスするとしたら、どういうことですかね、社会人としてその資格チャレンジの人に。やっぱりあの息抜きも必要ですよね。なるほど、息抜き、息抜き私得意です。はい私はだからあれです、今日毎日あ夜酒飲みます。ああ、これ素晴らしいですね。これたまによくあるのが、もう超ストイックに合格するまで酒飲まないとかですね、合格するまで好きな趣味を断つとか、合格するまでひげ伸ばすとか、まあ、それはちょっと関係ないですけどもでもそういう験担ぎ以外のものでその我慢するっていう風なのを、まあ、美徳とされる方もいらっしゃるし、まあ、それで成功されてる方も当然いらっしゃるんですけれども、あのチャイナ鶴見さんはそうではないと。そうですね、はい、やっぱりそのきついのは人持たないですよね、うんうん、やっぱりさっきも言ったけど、うん、まあ、2ヶ月くらいはやるわけなんで、少なくとも、はい、そこであんまり無理しても仕方ないんで、私は酒は毎日飲むと、うん、そしてあの続けるってことを意識的に、うん、やっぱりやらない日はゼロにはしてますね。ああ、それ素晴らしいですね、うん、やっぱり営業でもそうですしね、親和性を持つためにその単純接触頻度というか、うん、やっぱり何度も何度も顔を合わせる方に対しては親和性を覚えるっていうのと同じように、うん、それって結局相手方の顔とか名前とか相手の人となりとか趣味とか家族構成とかいろんなものをこう覚えていくから、うん、こうだんだんね愛着が湧くっていうか親和性が高くなるんでしょうからね、うん、まあ、勉強も全く同じことが言えるってことですよね、うん、そうかもしれないですね。ですんで勉強をしてる時の方がだから時間の使い方は上手になりますよね。今だからちょっと何もやってないんで、ちょっと自分でもたるんでるなと思いますもんね。ああ、もうそれは合格された後ですよね、うん、だからそうですね、よくあのチャイナ鶴見さんがおっしゃってたのが、何かのこう試験を合格された、まあ、後輩に対して次何かにチャレンジした方がいいよと。つまりその勉強するっていうような習慣を絶やさずに、うん、またあのステップアップした資格試験に挑戦した方がいいんじゃないかっていうこともよくこうアドバイスでされてるんですよね。ね、一回やめちゃうとね、辛いですよね、うん。まあそうですよね。またそこまでこう習慣づけるっていうのはね。うん、だからまあそういう息抜き的なものも、だからこういうのをやってる方が息抜き欲しくなる気がしちゃいますけど、何もしてないというのよりも。なるほどね。だからこれはあの CFP の試験を今年
この1年間2回受けましたけど、その間はランニングも結構したんですよね。そういうことをしたくなっちゃうんですね、帰ってね。なるほどなるほど、反作用みたいな。なんか、でその頃は朝30分走ってから勉強って人もしてましたもんね。へえ。どっちもしたくなっちゃう。だから結局言うとスケジュール能力が高まっているっていうのも、それは勉強以外の仕事にも通じるね。いい成果が出たなと思いますよね、自分人生設計においても。なるほど。まあそうですよね、健康にもなるしね。あの目方体重もこう減ったりとかね、いろんな部分でこうプラスの要素になっていくと思うので、はい、最後何か一言ありますか。最後ですか。はい、やる気元気くしゃげ。はい、本日はチャイナリーダー鶴見さんからですね、この社会人になっての資格試験、合格方法、またその勉強方法についてお話をいただきました。チャイナ鶴見さん、本日はどうもありがとうございます。どうも、チャイナ鶴見でした。ありがとうございます。はい、まあ、CFP 国際ライセンスということでですね、今後はそのナイジェリアリーダーにもなってもらおうと思ってますんで、はい、まあ、そんな感じでいろんなところ国々掛け持ちよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあ本日はご視聴いただきありがとうございます。またお願いします。チャンネル登録もお願いします。